アルテ、先週ね、僕、日曜日、アルテ崎山でライブしたんですけど、そのアルテさんにもね、よく来られててね、顔出してますね、そうそうそう、この2人がね、お寺でコンサート、そうですね、これはまた斬新で、何考えてるの？今、飯役亮君と初めてなんですよ、カラムル初めて。ジジのお友達のお坊さんがいて、その方がパラフレーズと飯役亮君を応援してて、一緒にやろうってことで、ちょっと待って、ジジがお坊さんと友達と一旦置いといて4月のね、28日土曜日、会場がですよ、会場、オープンの時間がですね、18時、夕方6時ですね、で開演が18時30分、で場所が東本願寺沖縄別院、はい、そうですね、ちょうど、58号線沿いのジミーの裏手の方にある、はいはい、ここですね、ありますね、はい、そこの方に本当にもう一軒家みたいなちょっと大きい建物があるんですけど、実はそれがお寺だったんで、ちゃんと、屋上に何か金も分かるよね、使われてますね、はいはい、はい、あそこか、面白いね、今年もニューイヤーライブをやらせていただいて、ね、今年初のライブがお寺で、そうそうそう、スタートお寺だったの、はい、お寺でもうゴーンってハッピーニューイヤーをお寺でやりました、はい、ハッピーニューイヤーライブで、ニューイヤーって本当にもうその、はい、年またぎの時の、またぎの時、マジか、煩悩のあの数だけ鐘を叩いてる中で歌ったわけ、鐘もつかせてもらって、うわ、いいな、面白いね、初叩きが日和だった、まだ、お寺の、そうそうそう、なんか面白いこと言おうとしてんだけど浮かばんすごいな、お寺でこうじいじはお坊さん、この何、お坊さんと友達なの、そうそうそう、はい、なんか昔からね、友達に紹介してもらって、みたいな、つながった、つながりがつながりを生んで、もう本当にいろんなアーティストとね、そうそうそう、何気に友達少ないって言ってる割にはつながってるから、多いよ、そのお坊さんも音楽やるんですよ、ギター、ギターが、じゃあこの東本願寺っていうのは、結構ライブっていうのは今までやってきてるの、いや、パラフレーズが最初に出てたんですよ、すごいね、また今回みたいな感じのコンサートとか、またニューイヤーライブも多分定期的になってくるっていう、ありがたいお言葉までいただいてね、嬉しいです、本当にもうよくしてもらってるお寺なんで、はい、はい、お寺でライブってなんかいいね、新鮮だね、はい、すごい心地よい、なんかすごい音が響くのでいい感じで、もう生でも響くぐらいの、気持ちいい、そうだね、うん、多少なんかほら悪いことしててもさ、なんかチャラにしてる悪いことしてるダメダメ、謝りたいことありますか、あるある、ごめん、生きててごめんなさいっていう時期がありましたけど、いやね、こうお寺でコンサートでみんな帳消しになりますのでね、帳消し許されるかな、またさ、うちのお坊さんが、あの気に入ってくれてる理由が、またお寺の歌っていうのが、まあ、あって、それをパラフレーズカバーして歌って、でまた今度も歌う予定なんですけど、それがまあ全国的にもういくつもあるんですって、こういう東本願寺系列が、はいはいはい、8000人、結構本当に多くの、全国各地にあって、東本願寺ってのはもともと京都の大きなお寺なんですが、そこの多分系列なんですね、そうです、なので そこでもう沖縄でも気に入ってもらってるから、今度はもう全国で気に入ってもらうってことで、動画撮ってそれを送ってから、全国ツアーも夢じゃないかもしれないよ、お寺の。まだわからないまだわかんないけどな、でもやってくれるはずよ、きっと。いいね、全国にお寺がつながってるっていうのもちょっとびっくりしたんだけど、こういったつながりもあるんですか、お坊さんの総会みたいなのもあるんで、そこでパラフレーズのことポンって言っちゃったら、もうすぐ瞬く間にオファーが来る。もうちょっと頑張らないと、なんかお坊さんの総会も頭そう、今のお坊さんさ、頭丸くないわけ、何それ、普通にもう髪生えてるし、もう髪生えてるし、何か自由に自由に、なんかクソも、はい、普通にお肉も食べるしね、なんか違ってるんですね、僕の持ってるイメージと、そうそうそう、まあでも宗派によって若干こう変わってくるだろうね、あるかもしれないけど、はい、
ありがとうございます。はい、話がなんかどんどんたくさん出てきますね。うん、はい、ですね。東本願寺お寺でコンサート、はい、4月28日土曜日、はい、会場18時の開演、18時半でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。4月も、ね、ライブたくさんやって、はい、どんどん音楽活動が、はい、ね、盛んにやっておりますね。うん、さっき新曲の話もね。そうだね、はい、何曲目って言いました？45曲目です。45曲目の新曲が、もう早速さ、はい、この1曲、挨拶側に歌っていただくことできますか？はい、ぜひ、よりから歌います。どうぞどうぞ。パラフレーズのファーストアルバム、デスティニーの中から、明日への一歩聴いてください。昔の音が隅っこに書いた昇格狙ってない？そうですね。本当にジジがもともとベースベーシストで、あ、そうなの？そうです。それで自分が一応ギターを教えてもらったら、うん、まあジジはベースに転向して、三人で、三人になるかな。ゆくゆくはできたらいいなということで、いいですね、一応お師匠に教えてもらえる。じゃあジジ今日聞いてるかな？聞いてるかな？聞いてますかジジ？もしもし。聞いてたらいいな。いいね。じゃあジジからギター習ってるの？そうですね。すごいな。キリリンだってギターこの間買ったばっかりじゃない？去年の、うん、7月に、うん、もう買って、うんうん、でそれですぐもう1ヶ月後にはもう姉ら音楽祭という障害者の音楽コンテストに出て、うんうん、そこで応援団賞をもらって、へ、でそれでもらった曲がこの汗の一歩。あ、そうなんだ。そうそうそう、パラフレーズの曲でカバーして、カバーして、なおかつマネージャーとして広報も頑張ってますよ、なんちゃってんで。なんかムカつくんだよな。なんなんだろうね。そうか、マルチプレイヤーだよな。いやいやいや、いろいろね、やってくれますよね。ちなみにこの忘れの一歩は、作詞は
私です。作詞作曲私です。あ、なるほど。キリリはじゃあ美味しいところだけ持ってってるわもともとこの前回ね、うん、あの沖縄で開催された第7回アネラ音楽祭でこちら優勝して、うん、ね、優勝して、うん、でそれでも本当にもうみんなからあの応援してもらったからありがとうっていう気持ちを込めて作った曲がもうこの明日への一歩。なんかすごいし、うん、グランプリいただいて幸せなんだけど、うん、これ夢じゃないのみたいな感じの、はい、だからなのでもう本当に次のじゃあ第8回では自分がありがとうの思いをみんなに伝えるからということで曲をちょっとお貸しいただいて、それで歌ったらなんというあの優勝ではないけど危ない聞いてたら楽しいところだったな応援賞を頂いてね、自分の中で優勝だったもんね。もう自分の中ではもう優勝してた感じだけど審査員の方が間違えてグランプリのところでキリリンっていう名前を言おうとしてたんですよ。言おうとしてた、言おうとしてたけど、だけど間違えました。やっぱり優勝させようと思ってカメラみたいになっちゃったわけ。すごい期待したよね。最近なんかアカデミーにもあったやつですよね。そう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 、間違ったやつ。そうそうそう、そのまま、うん、これだよ、これだよ、男女もやらない。そうそうそう、まあいろいろあったね。うん、いやいいね、なんか一生懸命さ、まっすぐやってるからさ、うん、なんか歌聴いてもさ、まっすぐ気持ちいいじゃん、うん、もうそういう人になりたいちょっとね、俺もあの俺もテレアテライブ一緒にしよう。あ、しよう。やりたいね。今度ぜひ。大悟さんの曲作りはなんか変わるかもしれない。前向きになるかな。前向き。前向きな曲どんどん作って。これでもあの俺さ、トークがちょっと困りそうだよね。僕はあのライブでいつもあのほらね、下ネタとかさ、そういう話をしちゃうんだから。ダメだよね、絶対ダメだよね。ダメだよね、ひとしね。ダメだよね。でもコアなファンには受けるんじゃない。お寺で下ネタって言ったら絶対怒られるやつだよ。彼としに疲れませんか。まだお姉さんもね、明日まずジグザグでライブをやりまして、はい、28日土曜日にはお寺でコンサート、はい、まだあと1個であの企画してないの、あ、今企画段階であるんですけど、うんうんうん、4月の、24だっけ、24と26の間で、25じゃん、そしたら24と26の間で、もしかしたらチャタンの観覧車前でワンマンライブできたらなと、路上で、はい、そこでもしできれば大悟さんに。これ平日か、平日なんだよ。まあそこら辺は後々でやるから。何時かな、お昼まだ時間とかもまだ決まってないから、まあ、できたらいいなぐらい。そうだよね、今行きますよって言っちゃったら、そうそうそう、仕事サボりますように聞いてるとかなるからうんうん、うん、ちょっとみね、検討しましょうね。はい、検討。いや、いいね、パラフレーズ好きだな自由人が多い自由人が多いなさあ、ここでちょっとメッセージ紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、ツイキャスから脳の中の銀の方です。 ありがとうございます、はい、こんばんは、久しぶりです。ステージです。お久しぶりですね。そうです ね、 ね、銀の乙女さん、どこかで浮気してたんでしょうか、ダメですよ、ね、毎週見てください。見てくれてるかな、こっちから。さあ、ね、どんどんメッセージもお待ちしております。さあさあ、では時間は大丈夫でしょうか。 CM 行っておきましょうか。それでは CM もう一本行きたいと思います。 CM ですよ、ひるちゃん。はい、CM に入る前にね、はい、CM ですみたいなさ、なんかあの、はい、日よりバージョンでちょっとコールしてほしいんですよ、うん、はい、CM の後もまだまだ続きます。ありがとう。ちょっと早かったかな。全然大丈夫、全然大丈夫。いいよ。はい。そうだね。時間あるか。うん、あるある。あと10分ぐらい。うん。ちょっと一枚もらっていい？じゃあ。一分でまとめる？まとめれるよ。結構なんかコースとかもあって、すごいよね、コースが多いね。そう、これ今までにフルコースをカンパした人いないわけよ、まだフルコースか、うん、フル
コース、あなたの何が3000円、1万円、1万円以上、もう外枠なんですか。やばいことしちゃったらフルコンポ。いやでもこれフルコンポってこと。フルコンポ自分もう少しでフルコンポできるんですよ。だでも5万円してくれてる人。そうだね、残り9だというか1つある、うん、ってんだ。これさ、5000円のコースって作れない。作れないな。あの募金箱に5000円入れてくれたら自分がやる。あ、じゃないよ。もごもごするよ俺。3000円でも高い。そう、3000円でも高いって言うから、うん、いやいや、3000円はスタートはそれでいいと思うよ。しゃあないなっていう。ただ1000円コースと3000円コース、5000円コースって1万円コースが多いっすよね、うん、だからそうだな、うん、なんか1000円コースだったらね、多分ここ数増やしてっても、ね、期間がもう1ヶ月しかないから、うん、それであんまり集まらんだろうっていうことを均等にやってくれてるみたいで、自分たちも最初は1000円とかね、そうそうそう、やってたんだけど、うん、今どれくらいまで来てる？半分まで来てる。27万だ。はい、じゃあそろそろ行きますよ。27万だった。おお。はい、どうぞ。大バンドトムヒマはお届けしております。ゲストにパラフレーズをお迎えしておりますよ。はい、よろしくお願いします。さあ、ライブの話をね、していって、盛り上がってきましたけども、今日はもう一件お話があるということで、うん、パラフレーズさんから、これはクラウドファンディングって言うんですか、はい、うん、それの、少しお知らせがあるので、はい、僕ちょっとね、詳しくはないので、これあれじゃない、これさっき俺携帯の話したやつじゃない、なんでごめん、なんでもない。情報をどっかに一回預けてっていうあるかなと思ったんだけど、クラウドファンディングっていうのは、目標をね立てて、それについてインターネットを通じてですよ、人々に比較的少額の、資金提供を呼びかけるものであります、はいはい、でただね、ちょっと厳しいのが、オールオアナッシングなんですよ、オールオアナッシング、100かゼロか、100かゼロか、そう、という仕組み上、目標額に1円でも到達しないと、はい、集まったお金はゼロになってしまうんです、はい、ここで これまでに集まったお金も全部受け取れなくなってしまいますよ、はい、そうですね、うん、ただね、ネットで資金援助なんて難しいといった方が多いと思うので、はい、今回はリターンの商品を、代理で購入するという方法がありますので、はい、その方法を広めていこうと思いますと、そうですね、はい、面白いね、企画がね、ちょっとまた詳しい話をじゃあゆるちゃんにお願いしたいな、はい、それでパラフレーズの目標っていうのが、うん、九州ツアーを行って、うん、あと今年の4月で熊本地震から2年目になったじゃないですか、はい、うん、でもまだまだ仮設住宅で3万人以上の方が、うん、生活しているってことで、パラフレーズも何か歌で力に少しでもなりたいなってことで、うん、でパラフレーズ普段チャリティーライブとかもやらせていただいてるので、その去年集まった義援金なども直接届けながら歌のライブをさせていただこうかなと思っていまして、それを、はい、クラウドで費用とかが足りないので、うん、費用とかあと費用がもし余ったらその分も被災地の皆様に、うん、寄付したいなと考えています、うん、それでパラフレーズは50万っていう目標金額を立てまして、うん、はい、はい、それで今半分ですかね、27万わすごいね、集まりました、うん、はい、54%、 54%、うん、で残りあと4月27日までの期間で決まっているので、4月27日残り8日、8日、あそうか、うん、もうプロジェクト自体が、うん、もう本当に3月の16日から、スタートはしていたんですけども、うん、ちょっとのらりくらりやりすぎたせいか、後半でちょっと焦りの状況になってまして、あでも 57% までいってるんだったら、うん、52% かまでいってる、54%か、うん、もう行きたいね、うん、思ってね、なんとか行きたいな、うん、でこれ
ね、さっきほら、うん、目的を聞いたでしょ、うんうん、なんか俺はね、あのクラウドファンディングで車買いたいとかさ、うん、そういうことじゃないわけよ、うん、個人の目標じゃなくて、うん、何かをしたいっていうね、うん、こうボランティア精神の、ね、そうそうそう、やりたいとやりたいっていう気持ちから、はい、はい、去年、うん、あのゴールドコンサートの本戦で出場させてもらうときに、うん、たくさんの沖縄県内だけじゃなくて県外の皆さんにも応援していただいたので、はい、メッセージとかいただいたりして、あとネット投票1位をいただけたのも皆さんのおかげなので、はい、なんか自分たちができる恩返しって言ったらやっぱ歌で社交戦っていうか、うん、みんなの力になれることかなと思って、はい、企画っていうか考えてます。すごいよな、このクラウドファンディング立ち上げることがすごいし、こう目標額をね、50万に設定して、うん、これは、九州、熊本、ああそう、ね、熊本を中心に、中心に大分県とか福岡県、ね、うん、3県を、3県、うん、福祉施設とか、うんうん、病院とかそういったところを回れたらなと思ってます。パラフレーズが元気をね、そうですね、皆さんに分けてあげるっていう、ね、はい、そうですよね、うん、このパラフレーズのこの前向きな気持ちっていうのは本当に聞いてる人には、うんうんうん、そうだよな、届くと思うので、うん、書いてますよこちら、うん、ポスターの方にもブランクや障害は関係ない、うん、はい、ね、パラフレーズが歌の処方箋を九州にっていうところをね、はい、って言うということで、うん、ぜひちょっと応援してほ、しいなと思います。ひとしコースの方も紹介して、はい、コースで、はい、うん、はい、あ、これキリリンお願いしようか。そうですね、コースがまあいくつかあるんですけど、うん、3000円コースですと、まあ、パラフレーズからありがとうという気持ちを込めた、うん、まあ、サンクスレターとか、はいはいはい、まあ、1万円コースが4つほどあるんですが、うん、そういった中でも、ですね、今ちょっと推してるのが、うん、パラフレーズの、オリジナル T シャツを含んだものでして、うん、今日和がつけてるこの水色の、水色の、かわいい、ね、ジジと日和が写ってる、うん、まあ、イラストの T シャツもこのクラウドファンディング限定でとりあえず今、うん、出してみようということで、うん、まあ、それも商品の一つで、ね、うん、大人気です今、うん、結構大人気でね、うん、ライブでもつけてきてくれたりとか、うん、え、キリには裏地側に乗ってるのかな、どこかな、メイドインキリリって面白いけど、自分もね、あ、自分は色違いの黒色、かわいいね、黒地にね、黒地にね、パラフレーズのイラストが10種類だっけ、何種類、11種類、用意して、まあ色はねあったりね、あとはもう本当にね、このツアーが終わった後の、うんうんうん、まあ、九州ツアーこういった感じだったよという、うん、なんか DVD をあげたり、うんうん、あとはもう島沿いにも、パラフレーズの、まあ、ロゴが入ったりした島沿いも、まあ、リターンに考えてますので、すごい、ね、まあ、今ねコースがね、7コースあるんですね、はい、でね、ざっくり、うん、僕が紹介しようましょう。3000円のコースと、うん、1万円のコースがね、4つ、はい、で3万円のコースと5万円のコースと、はい、ね、応援できるね、うん、自分の財力のあれで いいわけですよ、うんうんうん、だからね、3000円のコースでやって、でひろちゃんたちをパラフレーズをね、うん、九州に送り届けたいなと、はい、1枚のコースでやって、まあ、リターンももらいながら T シャツ ね、うん、そうですね、もらいながらというのもありだし、はい、まあ、自分のこの力量でね、財力であったやつで応援していただければいいなと思います ね、はい、そうですね、まあ、本当に無理しない程度で、うん、まあ、自分たちを応援していただけたらという思いで、まあ、自分たちも活動させてもらってるので、はい、いい企画だなこれな、すごいね、はい、発想がすごいなと思ってた、はい、で俺さ、ごめん、今この生放送中で申し訳ないんだけど、はい、3000円のコースにエントリーさせて、はい、ありがとうございます、もう大子さん大好き、ありがとうございます、本当ね、かっこつけて1万円のコース行きたいけど、はい、自分のね、こうレベルをね、ちゃんと合わせないとね、セルフィーもあれなので、大事大事、でも気持ちはね、ちゃんと伝えていきたいので、はいはいはい、4月の27日までか、はい、はい、ですね、27日の、うん、23時、11時までは、受け付けてるんですけども、あくまでこれ、ネットの資金援助ということで、ね、口座の、まあ、支払いになるんですけども、はいはいはい、クレジットの場合、まあ、23時まで受け付けてますよっていう形で、分かった、これでぜひ皆さん今日聞いてる方もね、パラフレーズをぜひ九州に連れて行きたい、はいはい、これ
お問い合わせはどちらの方に。あ、そうですね、パナフレーズ、あの自分のメールアドレスの方にですね送っていただければ、こちらで代理支援しますので、うん、まあ、内容も詳しくお伝えしたいと思います、はい、メールアドレスの方がですね、アルファベットで godknows1018@gmail.com、 最初の G だけが大文字で godknows1018@gmail.com、 こちらの方にですね、あの支援したいということで OK。 これね、俺ね、FM講座に入らせてもらっていいですか、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、うん、なのでね、はい、これちょっとみんなちょっと一回見てほしいな。そうですね、見てね、感じてほしい。 そうですね、そしてね、連れてきたい俺は、うんうん、レディーフォーと検索していただいて、ね、はい、一番は Google とかでレディーフォーってカタカナで打ってくれれば、了解、そこで検索画面まで検索しましょう。無料で会員登録できます、はい、今日もですよ、はい、時間いっぱいお届けしました、はい、もう終了の時間でございます。あっという間だね、キューちゃん、はい、またトラフレーズみんなで来てね、よろしくお願いします、はいはい、ではダイバーの友廣をお届けしました。この番組は防音工事のことならお任せください、インストール沖縄の提供と中部の下町、憩いのバーフォレストチェアとライブハウスジグザグの提供で1時間お届けしました。今日のゲストはパラフレーズお二人、ヒルちゃんとキリリ、ありがとうございます。明日待ってます。明日ジグザグでお待ちしてます。じいじ早く体直してよ。大丈夫ですよ。さあ、それではじゃあ皆さん、またお疲れ様。来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。はい、OK です。なんかなんかちゃんと言えたかな。もう伝えたいことは多すぎて、もう多すぎて、ね、27か、ちょっと迫ってきたね。迫ってきました、一瞬かも。そうだな、はい、静田さん、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだよね、はい、それじゃあ、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。また来週。